なんて言葉をかけていいかわからんって英語ですぐに言えますか？ I don't know what to say っていうのが答えなんですけれども、こんな感じで疑問詞、今のだったら what ですよね、と to say で言うべきことみたいな感じでつなげれるんですけど、 how だったり which、 where、 when、 who、 この辺を使って不定詞とくっつけて使うこと、あなたはできますか？無理って思ってる人も多いんじゃないかなと思うので、そんな方のための今日は動画なので最後まで見てくださいね。動画の最後には疑問詞プラス不定詞っていうのが余裕のよっちゃんで言えるようになりますよ。 Hello! Gela Language Online 講師の左半身です。このチャンネルはついついクソ真面目になって勉強してしまう英語を、巷にあふれるクスクスゲラゲラ笑える投稿記事を使いながら楽しく真面目に勉強するチャンネルです。チャンネル登録をよろしくお願いしますね。はい、ではね、ちょっと文法臭い言い方をさせてください。疑問詞プラス不定詞、さあ何に馴染みがあるかっていうと、多分 How to make とかで使ったことがある、覚えてる人も多いんじゃないかなと思うんですよね。それだけじゃないんですよ。なので今日のトレーニングっていうのは、もちろんこの疑問詞プラス不定詞を使えるようにしていくんですけれども、実はペンも紙もいりません。必要なのは口と気合だけです。口は欲しいです。ぜひ今口が動かせない環境にいる方は、ぜひ再生ね、後で見るっていうボタンがあると思うので、そちらクリックして後でお家で見てみてくださいね。英語っていうのは一から組み立てる必要実はないんですよ。パズルみたいに知ってる文章の根幹を動かさずに必要なところだけ入れ替えて話していく、これで英語のスピードっていうのがあっという間に上がっていくんですね。頭の中で英語構造が染みついていくんですけど、そのためには何度も何度も似たような文章を口から出さないといけないんですね。私はこの方法で英語のスピーキング力っていうのを身につけました。じゃあ今日のテーマっていうのを復習しておきますが、疑問詞プラス不定詞をやっていきますよ。こんな書き方されたら嫌ですね。なので一体何かって言ったら、結局これだけです。どこで何するか、誰に何々するべきか、何することみたいな感じで、するっていう動作を組み合わせたものをやっていきたいと思います。堅苦しく考えなくていいですからね。必要なのは口だけです。では早速一緒にトレーニングしていきましょう。 Let's get started。 はい、一つ目です。なんて言っていいかわかんないよ、最初にありましたよね。覚えてますか？これね、パズル的にイメージすると、私はないわかる、まあはないわかるっていうのはわかんないっていうところなんで、上級の方は最初からくっつけてくださいね。で、何言うこと、こういうブロックに分かれるんですけど、じゃあこれを英語にするとどうなるか覚えてますか？もう冒頭に出てきましたね。 I don't know what to say っていう風に言うことができます。一旦これを根幹として使っていきますよ。じゃあ次どこを変えるか見てくださいね。赤文字になります。何していいかわかんないよだったらどうしますか？ちゃんと頭からこのすることの部分だけ言うんじゃなくて、頭から I don't know のところから口に出して言ってみてくださいね。これ非常に大事です。パズル部分だけ言っても意味ないですよ。ちゃんと頭から言ってください。どうぞ。はい、いけましたか？こちらですね。 I don't know what to do。 さあ what to say の部分が what to do に変わったら、何していいかわかんないっていう風に言うことができるんですよね。こうやって似た文章っていうのを繰り返していくわけです。必ず頭から言ってくださいね。では次またどこかが変わりますよ。いつしていいかわからないよ、今度は変わるのはいつの部分ですね。で、まあ what to do の時は後ろに何もつけなくていいんですけど、まあそれをするのいつしていいかわかんないよの方が自然なんで、一応グレーでざっと書いてますが、一応ねざっとまで言ってあげてください。さあそしたらこのいつの部分も入るんですが、頭から言ってみてください。どうぞ。はい、 I don't know when to do that。 いけましたか？これね、頭からいきなり言おうと思ったら焦るかもしれないんですが、さっきのね部分からの組み替えだったら多分楽勝と思った人が多いんじゃないかなと思うんですね。じゃあまたどこかが変わりますよ。こちら、いつしていいか分かってるよ。はい、今度はね否定じゃなくなりました。はい、じゃあこれどうしますか？ちょっと考えてみてくださいね。口で出してください。口から出してくださいよ。はい、実はこれ何も変わらないわけですね。はい、そしたらまた今度はどこかが変わりますよ。見てくださいね。どうやったらいいか分かってるよ。さあ今度はどうやっての部分が変わるわけですね。さあ頭から口に出してみてください。どうぞ。はい、こちらですね。 I know how to do that。 こ
これだけです。めっちゃ簡単に見えるじゃないですか。でもどうやってやっていいか分かってるよっていうのだけをいきなり出そうと思ったら多分考える時間いると思うんですよ。でも知ってる根幹があって単語だけ入れ替えてたら実はめちゃくちゃ簡単なんですね。どんどんやっていきますよ。次、彼にどうやってそれをするか教えた。一見難しそうですね。でも変わるのはこの彼に教えたの部分だけです。考えてみてください。頭から口に出してくださいね。必ず頭からです。パズルだけ出さないでくださいね。はい、こちらです。 I taught him how to do that。 これを入れるだけなんですよ。わかりますか？根幹から変えなきゃいけない理由が。はい、じゃあ次行きますよ。彼にどうやってケーキを作るか教えた。今度は後ろの部分が変わりましたね。ケーキを作ることの部分がないといけないんですけど、頭から言ってください。どうぞ。はい、こちらですね。 I taught him how to make a cake。 いけましたか？はい、どんどんいきますよ。どうやってケーキを作るか習っただったらどうなりますか？必ず頭からですよ。こんだけうるさく言ってるってことはそれだけ大事ってことですからね。はい、習った一瞬、迷う人もいるのかなと思うんですが、 learned で OK です。 I learned how to make a cake。 こうすればどうやってケーキ作るか私習ったよっていうことが言えちゃうわけですね。はい、またどっか変わりますよ。どうやって自分の英語力を上げるか習った。今 YouTube でまさにあなたは習っているところですが、じゃあこれを頭から言ってみてください。どうぞ。はい、こちらです。 I learned how to improve my English。 いけましたか？では次、どうやって自分の英語力を上げるか習いたい。今度は前半が変わりますね。頭から口に出してください。どうぞ。はい、こちらです。 I want to learn how to improve my English。いけましたか？簡単に感じるでしょ？それはあなたが今根幹を分かってきてるからですよ。はい、次。何を勉強するべきか知りたい。もう一気に全部変わりますが、ちょっと頑張ってみましょう。はい、こちら。I wanna know what to study. Want to know? さっきがね、ちょっとだけ近かったですよね。I want to learn だったのが I want to know に変わってます。で、what、 何を、 to study、 こういう風に言うことができるわけですね。またどこかが変わりますよ。いきます。いつ勉強するべきか知りたい。はい、頭から口に出してください。はい、こちら。 I wanna know when to study、 こういう風に言うことができるわけですよね。ではまたどこか変わりますよ。こちら、投資の仕方を知りたい。はい、この仕方、投資することの部分考えてみてくださいね。頭からですよ。はい。I wanna know how to invest my money。 こういうふうに言うことができますよね。投資の仕方を聞いた方がいいよ。またガラッと変わっちゃいます。ポイントは主語が変わってますね。私だったのがあなたになってます。じゃあ頭から考えてみてください。どうぞ。こうなるわけです。 You should ask how to invest your money。投資することの部分、本来は変わらないんですけど、主語が変わったので、ようにしなきゃいけないので、さっきはパズルをなくしてたわけなんですね。はい、そしたら次、どこが変わるでしょうか。いつ投資するかを聞いた方がいいよ。どうぞ。頭からですよ。必ず口に出してください。言えない人は脳内でね、言ってみてください。はい、こちらですね。You should ask when to invest your money。こういう風になりますよね。では次、どこに投資するかを聞いた方がいいよ。この場合もありますよね。どうぞ。はい、こちらですね。 You should ask where to invest your money。 はい、では次、どこに投資するべきかわからないだったらどうなりますか？どうぞ。はい、こちらですね。 I don't know where to invest my money。 はい、またね、 my money に戻ってきましたね。なぜなら主語が自分だからっていう話ですね。はい、そしたらまたどこか変わりますよ。こちら、どこに投資するべきか学ぼうとしている。これも大事な表現なんで今回入れさせていただきました。私はヒントとしては何々だっていう言い方をして、学ぼうとしてるっていうチャンクを入れてもらうわけなんですけれども、ちょっと考えてみてください。頭からね。しようとしてるって一体何て言うでしょうか。
はい、こちらです。I'm trying to learn where to invest my money. っていうふうに言うことができますよね。また変わりますよ。はい。どこに投資するべきか決めようとしてるだったらどうなりますか？変わるところ一箇所だけですね。頭から言ってみてください。はい、こちらでございます。I'm trying to decide where to invest my money. になりますよね。できましたか？もう少しです。いつ投資し始めるべきか決めようとしてる。ちょっと難しくしてみました。どうぞ。頭からね。し始めるなんですよね。はい、こちら。I'm trying to decide when to start investing my money. 長いでしょ？でも、一からもちろんこれね、日本語だけ見て作ろうと思ったら大変だと思うんですけど、もう根幹の部分を知ってたら変えるだけで済むんですよ。なので、この文章全体に馴染みをつけていくのが必要なんですね。このために根気強く何度も似ている表現をやるわけです。では次いきますよ。いつ投資し始めるべきかまだ決めてない。変えてみてください。どうぞ。この表現も大事なんでわざと今回入れてます。頭から声に出してくださいね。はい、こちら。I haven't decided when to start investing my money.こういうふうに言うことができます。Haven't decided. これね、よくあるのが I don't decide とか I didn't decide って言ってしまう人が多いんですけれども、その決めなきゃいけない時から今までまだ決めてないよって言い方をしたい場合は haven't になるので、ぜひここ覚えておいてくださいね。はい。では次。お盆休み何するかまだ決めてないに変えてみましょう。どうぞ。頭からね。こういうことです。I haven't decided what to do during the Obon holiday. っていうふうに言うことができます。ちなみに、Obon holiday の前に the をつけてるのは、the がついてたら、例えば今だったら今年のお盆だって誰もがわかるじゃないですか。っていうイメージです。単純に the を抜いたら、お盆という休みに何をするかまだ決めてない。でも、来年、再来年のことなんてわかんないし、つかないとちょっとだけ不自然になっちゃうんじゃないかなっていうところですね。はい。お疲れ様でございました。実際に私が新しい表現を習うときにやってた方法なんですよ。もう常にこれでやってました。なのでね、アウトプット練習にぜひ英作文コメント欄に書いてみてくださいね。って言ってもなかなか書いてくださる人は少ないんですけれども、ぜひ書いてみてくださいね。英語を速読したい。英語の語順感覚を身につけたいあなた。英文速読に必要なスキル、サイトトランスレーションをアプリで身につけられるのはご存知ですか？隙間時間でサクサク英文を読みながら、ゲーム感覚で英語能を身につけることができるんです。みんなやってるサイトのアプリ、詳しくは概要欄をご覧ください。Thank you very much for watching our lesson. See you in our next video. Bye for now!